はい、今回はですね、なんかこんなカードあったよね。結構能力高いな。クルチ、ジュセッペ、ジャンルカ・クルチ。ディフェンス18。結構高いじゃん。やるじゃんって感じ。85年、まだ現役ワンチャンあるかな。191でかいよね。クルチちゃん。でも、セリアで効かんな。もしかして、一発屋とか消えちゃったってことかな。クルチちゃんは、リタイアしてると。イタリア代表に呼ばれたことありますと。すごいじゃん。呼ばれたことあるけど、ゼロキャップと。ワンチャン第3ゴールキーパーかなんかで、とか出た？そういうのは出てないですね。残念です。どうもいいという感じで。もともとはローマユースなんや。で、シエナに行きの。シエナはでも2年か。で、サンプもすぐ出てる。なんでローマに帰りの？ボローニャ行きの？ローマに帰りの？イタリアでは全然やな。セリア通算186試合。どこの手に出てたやろ？まあ、サンプとか、シエナとかそういうところかな。シエナって懐かしいな。そういやセリアにおったな。で、マインツ。そしてスウェーデンに行くと、なぜか。で、最後現役は、ハンマルビーっていうところで現役を引退したと。いうことです。プロ通算267。やっぱ、ローマの時あれやったな。ベンチが多かったんかな。なんかこれだけのガタイ持ちながら、なんかレギュラー取れへんってなかなか厳しい世界だよね。日本やったら絶対速攻レギュラーでしょ。で、速攻代表でしょ。191やったら。だって191って、シミットが197でしょ。で、多分ね、谷康生が190ぐらいなんですよ。で、ザイオン190ないんですよ。って考えたら190あるってすごい武器やからね。まあ引退後は特に何もしてないということです。